iTap 使用例 iTap は、モトローラが開発、特許を取得している携帯電話その他の組み込み機器向け、文字入力予測システムで、シングルタップ入力の一種である。50音の各項、アルファベット3から4文字などが、各キーに割り当てられており、1文字につき1回ずつキーを、押していく。3文字以上を入力するとその組み合わせにあった単語を、推測指向法として提示する。 例えばプログと入力すると、プログラム、プロヒビテッド、同じく組み合わせに合う、スポイルなどが候補に表示される。この中から入力したい単語をハイライト表示させ上キーなどを押すと入力が確定される。また入力したい単語がない場合は、マニュアル入力も可能で、さらにユーザー辞書に登録することもできる。例えばウィキペディアをウィックと入力した段階でロックし、 ペジアと入力することで以降候補として現れるようになる。内部辞書の容量がいっぱいになると最も古い単語を外し新しい単語を登録する。同様のシングルタップ入力である TQ 同様、ごくの自動保管機能も搭載している。TQ と比較した場合、TQ が開発メーカーの判断により従来のユーザーインターフェースと類似したものも利用できるのに対して iTap は、 独自 UI のみである点、ITAP が自動保管機能が1回しか機能しないのに対し、入力する都度候補が変化する点などが異なる。また、TQ 同様日本語入力その他他言語にも対応しているが、TQ が日本国内では NTT ドコモ向け NEC 製やパナソニック製のフォーマ端末などに採用実績がある。一方で ITAP の採用実績は少ない。ありがとうございます。